大阪市立大阪北小学校大阪市立大阪北小学校は大阪市北区にあった公立小学校少子化に加えて都心部のドーナツ化現象で児童数が激減していた前身の大阪市立曽根崎小学校と大阪市立梅田東小学校を統合して1989年に旧曽根崎小学校高地に新設された梅田地区の繁華街及び 同島地区や中野島地区を校区としていた。統合後も、児童数の激減傾向は続き、閉校直前の2002年度から2006年度には、複式学級を導入していた。複式学級は当時、大阪市の学校で唯一となっていた。児童数の激減により2007年3月をもって、閉校し、大阪市立大木町小学校に統合された。また、 1997年から募集を停止していた、併設幼稚園、大阪市立曽根崎幼稚園も同時に閉園となった。本校では、大阪北小学校に加えて、直接の前身校となる、大阪市立曽根崎小学校、大阪市立梅田東小学校、及び、曽根崎小学校につながる、全身諸校、大阪市立道島小学校、大阪市北野国民学校、 大阪市中野島国民学校の遠隔についても、合わせて記述する。明治時代初期の学生発布により、西成郡曽根崎村221番地、現在の大阪市北区梅田1丁目、大阪駅前第2ビル付近2874年7月24日、西成郡第3区第一番小学校が創立した。この第一番小学校が、後の曽根崎小学校にあたる。 当初は、曽根崎村、北野村、川崎村を校区としたが、翌1875年には、北野村と川崎村を校区とする第8番小学校、後の梅田東小学校を分離しいる。第1番小学校は、西成郡曽根崎尋常小学校と改称し、その後大阪市への編入に伴い、大阪市曽根崎尋常高等小学校と称した。 曽根崎小学校校舎は、現在の梅田一丁目、阪神百貨店南側付近への移転、1895年を経て、1910年に北区北の小松原町、現在の曽根崎二丁目に移転した。閉校まで、曽根崎二丁目に校舎があった。第1番、曽根崎小学校の開校の翌年。 1875年5月7日には、第1番小学校より分離する形で、西成郡北野村及び川崎村の2村を航空と、する西成郡第三区第8番小学校が、北野村に創立した。第8番小学校は、後の梅田東小学校にあたる。創立当初の敷地は、太雄寺の東隣にあった。第8番小学校は、野崎小学校と称し、 北の川崎両村が合同で学校を運営した。北の村、川崎村は1897年の大阪市、編入後も、給料村の地域を一つの学区として、学校運営が一体的になされた。ここでの学区は、校区、通学区域のことではなく、市内を財産負担区域としての学区に分け、小学校にかかる経費は、大阪市の直営ではなく学区の財産として、 運営するという大阪市で昭和時代初期まで設置されていた制度1927年3月廃止のことを指す。地域の人口の増加により、1901年に旧川崎村を校区とした大阪市川崎人常小学校、後の大阪市天満国民学校を分離し、大阪市北野尋常小学校と称するようになった。1902年には、 北野神城小学校より分離する形で、大阪市、第二北野神城小学校、後、北野国民学校を設置した。また、第二北野神城小学校の開校に伴い、従来の北野神城小学校は、第一北野神城小学校と改称している。第一北野神城小学校は1906年9月、北区北野茶屋町、現在の北区茶屋町に移転し、 1989年の閉校まで同じ場所に校舎があった。北の川崎学区は1920年、教育直後の文字から取った再び学区と称することになり、地域内の小学校の名称も一斉に再び創立順の番号へと変更された。これに伴い、第一北の尋常小学校は再び第一尋常小学校、 第二北の尋常小学校は再び第三、尋常小学校へと改称している。再び学区には6校の小学校が設置されたが、再び学区の6校では1922年、日本で初めて常勤の学校衛生府を配置している。学校衛生府は現在の養護教諭制度の源流となっている。再び第三尋常小学校は1928年、 北区南大木町、現在の北税務所付近に移転している。1941年の国民学校令の実施により、西美第一人上小学校は、梅田東国民学校、西美第三人上小学校は、北の国民学校へと改称した。一方で、大阪三里に属していた道島地区には、学生発布の際に、道島東、道島西、 北新地の3小学校が設置された。道島西小学校は1872年7月1日、北大組第14、第15区小学校として、道島浜通り2丁目、現在の道島浜2丁目、渡辺橋北西に設置された。道島東小学校は1872年8月25日、北大組第13区小学校として、 道島仙台区長、現在の道島一丁目に設置された。北、新地小学校は1873年3月12日、北大組、第十二区小学校として、曽根崎新地三丁目、在の曽根崎新地二丁目、女性教北詰めに設置された。1883年には、道島西、道島東、北新地の三小学校を統合し、道島小学校、 後ち道島尋常小学校を設置した。道島小学校は合併当初、旧道島西小学校の敷地を使用した。その後1899年に、道島船田育長13番地、現在の道島1丁目に移転している。昭和時代に入り、小学校では体育教育が重視されるようになり、各地の小学校では運動場の拡張が進んだ。しかし、 道島神城小学校では周囲を民家や道路に囲まれているために運動場の拡張が困難だして、1929年には道島浜通り2丁目12番地、現在の道島3丁目、旧大阪市役所跡の一角に敷地を求めて移転している。1935年に制定された道島神城小学校校科は北原白州が作詞、 山田耕作が作曲を手掛けている。道島人上小学校は1941年国民学校令により道島国民学校へと改称した。道島国民学校は文部省から体育の研究校に指定された。中野島地区には1872年、肥後島、民の中野島の三小学校が設置された。3校が合併し、 1886年4月に旧民の小学校敷地、現在の大阪市立科学館付近に中の尋常小学校が設置された。近隣にあった大阪府主犯学校付属小学校、現在の大阪教育大学付属天王寺小学校が天王寺に移転したことで、市藩学校付属小学校に通っていた児童らが天王寺まで通学できないとして、 中野人常小学校に大量に転入した。このため中野島人常小学校は設備教会となり、1901年4月に市販学校付属小学校跡地、現在の大阪市立科学館北側付近に移転した。1944年の閉校まで同じ場所に校舎があった。中野島人常小学校は国民学校令を経て1941年に、 中野島国民学校と解消した。しかし、太平洋戦争の戦時措置により、男子商業学校が工業学校へと転換されたため、女子商業学校を増設することになった。校舎を新築する余裕がなかったため、既存の国民学校を近隣校に統廃合させ、空いた校舎を転用する方法で商業学校を増設した。中野島国民学校は、 校舎転用の対象となり、同島国民学校に統合する形で1944年に廃止された。中野島国民学校の校舎を使用して1944年に、大阪市立中野島女子商業学校が開校した。しかし、中野島女子商業学校は、終戦直後の1946年に、大阪市立大木町商業学校、 現在の大阪市立大木町総合高等学校に統合されている。太平洋戦争の選挙区悪化により、都市部の国民学校では学童疎開が実施された。大阪市でも市内の国民学校を対象に、1944年8月以降、順次学童集団疎開が実施されている。北区の国民学校では、市学園が疎開先に割り当てられた。 曽根崎国民学校は、東矢財軍虎姫町、湯田村、後矢財町、玄長浜市、道島国民学校は、高島郡青柳村、安住村、広瀬村、後矢戸川町、高島市、梅田安ず国民学校は、長浜市、北野国民学校は、東矢財軍小谷村、後湖北町、玄長浜市、田根村、後矢財町、 現長浜市へそれぞれ疎開している。太平洋戦争の戦災は地域にも大きな被害をもたらした。曽根崎国民学校は1945年3月13日6月1日の2度の大阪大空襲で被災し、また梅田東国民学校は1945年6月7日の大阪大空襲で被災していい。北の国民学校、道島国民学校の校舎は、 空襲被害を免れたものの、航空に壊滅的な被害を受けている。終戦直後には、戦災による校舎被害や地域人口の減少により、国民学校の大幅な統廃合が実施された。道島国民学校、北野国民学校は1946年に休校となり、曽根崎国民学校へと統合されている。北野国民学校の校舎は、 大阪市立大木町商業学校の校舎へと転用され、また、道島国民学校の校舎は、大阪市立大木町高等学校の校舎へと転用された。大木町高等学校は、その後中野島に移転し、戦前の道島小学校跡地は NTT 関連ビルとなっている。1947年の学生改革により、地域では、大阪市立曽根崎小学校、 大阪市立梅田東小学校が発足した。戦後の復興が進み、道島地区の住民から道島小学校再開を求める声が高まった。戦前とは別の場所、北区道島北町33番地の1、住居表示変更により北区道島2丁目2番15号、西基地を求め、1959年4月1日付で、大阪市立道島小学校が再開校した。 再開工事には、地域在住の5年生以下の児童が、曽根崎小学校より移る形となった。また、曽根崎小学校では、都心部の繁華街を航空にしていたこともあって、1950年代以降、健康教育に力を入れるようになった。曽根崎小学校は1961年、朝日新聞社主催の健康有料学校日本一に選出されている。 都心部のドーナツ化により、地域での児童数の減少傾向が目立つようになった。そのため小学校の統廃合の話が具体化するようになった。1985年9月27日には、曽根崎小学校と道島小学校の統合が正式決定した。統合校の校名は、大阪市立曽根崎小学校とし、従来の曽根崎小学校の校舎を使用することに、 なった。ソネザキ、道島両校の統合は1986年4月1日付で実施された。ソネザキ、道島小学校統合から3年後の1989年には、さらに、ソネザキ小学校と、梅田東小学校が統合することになった。統合校の校名は、大阪市立大阪北小学校とし、従来のソネザキ小学校敷地を使用することにした。 大阪市立大阪北小学校は1989年4月1日付で開校した。梅田東小学校跡地は大阪市梅田東学習ルーム、生涯学習施設になっている。大阪北小学校開校後も児童数の減少傾向は止まらなかった。2000年代には大阪市の学校ではほとんど例を見ない、複式学級が導入されるほど児童数が減少していた。 児童数の検証を背景に、大阪北小学校の統合も検討されるようになった。検討を重ねた結果、大阪北小学校と大阪市立大木町小学校が2007年4月1日付で統合することが決定した。統合校の校名は、大阪市立大木町小学校とし、従来の大木町小学校敷地を使用することになった。 大阪市立大阪北小学校は、開校から18年後の2007年3月31日付で、大木町小学校に統合して閉校した。1946年、1947年、旧、曽根崎小学校、旧、道島小学校、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。